愛の詩集。愛の詩集の終わりに。萩原作太郎。私の友人、無老再生の芸術とその人物について、詳しく私の記録を認めるならば、ここに私は一冊の書物を編み上げねばならない。 それほど私は彼について多くを知りすぎている。それほど私と彼とは密接な兄弟的友情を持っている。およそ私たちのこうした友情は、世にもちなる彼の晴れ晴れ式男性的正常と、やや女性的で憂鬱がちなる私の貧しき正常との 奇跡めいた海遇によって結びつけられた。主として運命は我々を導いていった。年久しくも友の求めていたものは、高貴なる貴族的の人格と、その教養ある趣味性であった。そして私の貴族めいたエゴイズムの思想と、一種の変調した趣味性とは、 不思議にも、我が友の痛く喜ぶところとなった。一方また、私の求めていたものは、率直なる情熱的の人格と、男らしき単純さと、明るく健康な魂を持った人格であった。思うに、私のような貴族的な正常を持って生まれた人間にとって、何よりも寂しいことは、 あの懐かしい愛の欠陥である。神は貴族とエゴイストとを罰するために、彼らの心から愛琳の芽生えを抜き去った。この芽生えこそすべての幸福の苗であるのに。あの偉大なるトルストイをはじめとして、世の多くの貴族と、生まれながらのエゴイストとが、悩み、 苦しみて求めるものは、実にこの、生えざるないを求めんとして、嘆き訴える悲しみの声に他ならない。これに反して、貧しき境遇にあるもの生まれながらに、良きキリストの血を受けて、長く苦労せる人々の心には、自然と優しい人情の種がまかれていた。 私の友、無老再生は、生まれながらの愛の詩人である。彼は口に、人道と博愛を称え、自ら求めえざる無双の愛を求めんとして、苦しき努力の生涯を終わりたる、あの悲しいトルストイの戸ではなくして、真にその肉体から高貴な人儀的の愛を体得して生まれた、生ける愛の詩人である。 こうして私と彼とは、互いにその欠陥せる病壁を悲しみ、互いに、その無双せる、しかも正反対の正常の美しさを交換した。とはいえ、私たちが初めて会遇した主なる動機は、もちろん人間としての交わりでなく、ただその芸術を通じての交換であった。その頃、 この国の手団は、痛ましくもすさみきっていた。新しいものは未だ生まれず、古いものはこそしきっていた。無老と私とは、ここに一つの名役を立てた。我らはすべての因習から脱却すること。我らは過去の死刑を破壊すること。我らは二神一体となりて、 新しい詩の創造に尽力すること、及びその他である。その頃、無労の創造した新しい詩が、どんなに深く私を感動せしめたことであろう。私は日夜に、彼の詩編を愛銀して手放すこともできなかった。実際、当時の彼の詩は、 青春の感情の本性を極めたものであった。燃え上がるような盛んな熱情。野獣のような病熱さを持った少年の日の情欲。及びその色状況的情調。何者にもとらわれない野蛮人めいた凶暴無知の感情の大波と。そのうねりくねるところの強敵なリズム。これらすべて、 彼の想像した新しい芸術は、一つ一つに私を驚かし、私の心に爽やかな幸福と、未だかつて知らなかった、新世界の形物を展開してくれた。しかし今や時は流れすぎた。そして私どもは、すでにこうした青春時代の華やかな、とはいえ、幾分狂気じみた想像の夢を、 過去に微笑してみることさえもできる。今や私どもの凶暴な破壊は終わった。それは私どもの第一番目の仕事であった。そしてとにかくにも、自己流の珍しい建築を完成した。ある日、外城を行く。ふと私は、友の背後に立つ。 二つの黒い陶影を見て驚いた。その一つの影は、いじらしくも、恋を恋する少年の日の可憐な心情を訴えた、彼の叙情消極集であった。そこには、少年に特有な、あの美しい感傷と、生娘のような純潔の気高さがあった。他の一つの影は、 たくましく憎づいた青春の情欲と健康と、および、その放礁無知な感情の乱水を語った、世にもみずみずしい情熱の詩編であった。私は静かに友の肩を叩いて笑った。なぜならば、愛の刺しを懐にした彼の現実には、あまりに重厚で、 性質な中年者の姿を思わせるものがあったからである。とはいえ、時はまた私自身の上にも流れていた。おそらくに私自身の背後にもまた、その同じ二つの投影を見たことであろう。思うに私どもの良き宴会の日は過ぎ去った。 この愛の詩集において友の語るものは、もはや少年の華やかな幻想ではなくして、荒廃した、誠の人生と現実とに接触した、彼が最初の魂の驚きを語るものでなければならぬ。無老の芸術の貴重さは、彼が人間としての人格の貴重さから出発する。 およそ私の知っている男性の中で、無論ほど、純一無垢な高貴な感情を持った人間はない。彼ほど馬鹿正直で、彼ほど子供らしい純潔と率直さを持った人間はない。彼の詩を読む者は、何りも、あの天才的本性を思わせる未曽有のリズムと、その何者にも囚われない、 英ジのようなナイーブな感情とに、絶大な脅威を感じずにはいられないであろう。しかもこうした脅威は、同時に人間としての無労再生を知る者が、誰しも等しく感知するところの人格的脅威に他ならないのである。彼の神経は、近代文明の病壁を受けて、針のように過敏であり、 その感覚は、驚くべく洗練されたものであるにもかかわらず、彼の精神は、全く子供のような単純さと、野蛮人のような生々した原始的な驚きに満たされている。いわば無老は、文明人の繊細な皮膚と、野蛮人の強健な心臓と思って生まれた、近代世紀の幸福なる預言者である。 彼の生活は今や空虚な強熱や短微的な情緒に枠出する時代を通り越した。今の彼は深い確信のもとに人類の幸福を愛し、私どものために彼自身の立派な生活とその高貴な感情のリズム等を分かち与えようとするものである。今彼の靴音は しっかりとして大地を踏みつけていく。そのがっしりした鉄のような腕は、すべての不健全なもの、非人倫的なもの、神秘的なもの、病感的なもの。もちろんその中には、私の死に見るような哲学も含んでいる。および人生の幸福に、有害なる一切の感情を弾き飛ばすことに熱している。 この道をも私は通る、以下の詩、及びインバイフに送った数編の詩編を読む者は、どんなに長い間、彼が霊的に苦しんでいたか、そして今の彼が、どんなに健全で、高潔な愛の信仰の上に立っているかを知るであろう。とはいえ、彼は決して、ニーチェやゲートのごとき意味での、良き詩人ではない。 どんな方面から見ても彼は思想の人ではない。そして同時にまたボトレールのごとき瞑想の詩人でもない。人生は彼にとっては決して考えるものではない。そしてもちろんまた瞑想するものではない。人生は彼にとっては一つの美しい現実であり、 同時にまた理想である。人はよく生きるためには、絶えず高潔な感情を求めて、現実の生活そのものを充実した美しさの上に、がっしりと、しかも肉体的に築き上げねばならないというのは、彼の助上司のすべてが語るところの哲学である。こうした彼の哲学、 人格の語る哲学であって思想の語る哲学ではないはある意味においてあの偉大なる古代ギリシャ人のそれと全く共通するそこには近代文明の不幸な疾病が象形するところのあの美しく明るい健康の哲学がある新楽天主義それは未来を支配する 輝かしい黎明の光が伺われる要するに無老は生まれたる新人である。そして同時にまた生まれたる女上詩人である。おそらく彼はその生涯を通じて女上詩以外の何者をも書かないであろう。しかもそうした純潔の詩人の生涯こそ、 他の音楽家のそれと等しく、人生の最も神聖なる住宅。すなわち、道徳及び、その他の感情生活の世界を支配する、最高支備の権威でなければならない。無労の詩について、特に私の敬服に耐えないものは、その独創ある素晴らしい表現である。 およそ日本の師団に自由詩系が紹介されて以来、真に日本言葉の懐かしいリズムを捉えて、これを我々の情緒の中に生かした者は、無老以前には一人もなかった。その頃、この国の自由詩と称する者は、多くは旧来の形式を完全に脱していない、極めて幼稚な口調本位のものであった。 甘津さえ、彼らの表現の多くは、古事記奏詩の大道演説に類したものであった。そこにはむやみと成功の看護や、俗悪で不自然な言葉のアクセントや、中学生じみた幼稚な興奮や、およそそうした類の低能な感傷的表情を、むやみと誇張した態度で、一本調子に並べ立てられていた。 また他の者たちは、西洋詩の成功な直訳を思わせるような、息苦しい悪い趣味の詩を発表して、新しがっていた。そしてその他の者は、相変わらず古典的な微分で、古典的な、熱のない習字を繰り返しているに過ぎなかった。しかるに、私どもの求めていたのは、もっと先進で、 もっと自由で、そしてもっと、しんみりとした情熱を持った、純日本言葉の美しい音楽であった。こうした私どもの要求を満足させて、最初に日本現代語の、音楽らしい音楽を聴かせてくれた者は、実に、私の友人、室生再生その人であった。 彼の新しい詩の表現は、ちょうど、愛する妻と共に、日暮れの街を歩きながら、楽しい買い物の話をするような、平易な親しさの中に、力強い情熱の響きをこもらせたものであった。愛の詩集の読者は、誰しもそうした言葉の味覚を監督するであろう。もちろん、彼の初期の作には、 なお文章語脈を出していなかったとはいえ、なおかつ、当時における他の流行の詩、気取ったり、固くなったり、肩を怒らしたりする、とは、あまりに甚だしく、風変わりのものであった。こうした彼のつやつやしい表現は、長く日本の古装した詩に不満を抱いていた私にとっては、実に絶大の脅威であった。 私はほとんど彼を崇拝した。私と北原白州氏とは、彼の最初の知器であった。まつさえ、私自身、しばしば彼の表現を模倣しようとして、愚かな失敗を繰り返したことさえある。思うに、ああした魔力ある彼の言葉は、彼の不思議な天部の正常から、 自然と湧きいずる人格のリズムであって、断じて彼以外の者の,の追従を許さない秘密であろう。無労の詩の特徴の一つは、一般に優しくてわかりよいという評判のあることである。彼の詩が各も民衆に親しみを持っているということは、もちろん一つはその内容の上から、 彼が勤めて曖昧な哲学めいた思想や、異常な神秘的瞑想を排斥して、現実の強健な感情生活を効果するにもよるのであるが、また一つには、その表現の極めて率直で、民衆と親しみの深い平易な家庭的の日常語を、自由に、大胆に、ぐんぐんと喋ることに、原因するものでなくてはならぬ。 あからさまに言えば、愛の死臭の後半に現れた彼の主張とその傾向とは、私の立場から見て全く愛反目するところの敵国である。もし私ども二人が互いにその思想や主張の上で事項を仕立てようとするならば、私どもは特に血を流すような葬論を繰り返していなければならなかった。 けれども私どもは、はじめから思想のための友人、もしくはその共鳴者ではなかった。私どもが、互いにその相手に認めて崇敬し合ったものは、思想でも哲学でもなく、ただ人間としての懐かしい人格であった。極めて稀に見る、子供らしい純一無垢な正常と、 そして何よりも人間としての純潔さを私どもは互いに愛し喜び合った。ここに私どもの晴れがましい不断の交感があった。そしてまたここに彼の芸術に対する私の思想上の意義が存在するのであった。が、それにもかかわらず、 私はこの詩集に現れた彼の驚くべき表現とその素晴らしい人格的感情のリズムの前には偽りなき経験の心で頭を下げざるを得ないものである。繰り返して言う。私はこの書物の著者及びその人の生活に関しては世の難秘とよりも親切な知識を持っているものである。 従って私の著者に対する大胆な評価は、すべてこの自信と無遠慮の独断から出発する。この書物こそは、私は言う、日本人が日本語で書いた告白の最初の真実であり、そして日本における最初の感情生活の記録である。 1917年11月9日。郷里にて、萩原作太郎。